バイスドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、ホ富フ軍の町村で、シュパルネック行政共同体の一員。バイスドルフは、フィヒテル山地自然公園北端のザーレ川沿いに、位置する。ミュンヒベルクの東約5キロメートルホーフ市の南東2 0トルにあたる。この町は、公式には13の地区から構成される。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。バイスドルフが初めて文献に現れるのは1364年である。1792年から設けられたプロイセン王国バイロイト公領のアムトは1807年のティルジットの和訳によってフランス管理下に置かれ1810年にバイエルン王国領となった。この時、ポデビル男爵がこの地を所領として収めた。 1938年には隣接する自治体のブークが解体され、ブーク地区とオッペンドート地区が編入された。また、マルカースロイトからブルマースロイトも編入された。1976年7月1日には、かつてハラーシュタインに属していたベンク地区が自発的に編入してきた。1978年の自治体再編の時代には、アルベルツロイトとベルラスが バイスドルフと合併した。この町域の人口は、1970年に1468人、1987年に1256人、2000年に1421人と推移した。2014年5月1日から、ハイコハインが主張を務めている、聖マリア教会、ありがとうございます。